こんにちは、モマです。今日はセーラームーン風なメイクをしてみるので、よかったら見てください。ではどうぞ。まず使うのはビッグカバーコンシーラーです。赤みとかニキビ、ほくろとかにつけます。で、上から叩きます。次使うのはケイトのパウダリンスキンメーカー04番とこの100均で売ってるスポンジを使います。これは水を含めておいてつけていきます。つけるときこのファンデーションはつけるとすぐ固まっちゃうので、1回1回置いてスポンジで伸ばして、置いてスポンジで伸ばしてって何回も繰り返すことが重要です。次使うのはエチュードハウススティックタイプのノーズシャドウ、シェーディングとハイライトです。まず鼻を高くするために小指で取って、眉毛のこの先頭の位置からつけていきます。で、伸ばしていきます。鼻先を丸くするように入れるのと、あと濃いめにした方が写真映えがするので、直接見たらうわってなるかもしれないんですけど、まあインスタ用とかだったら濃いめに入れた方がいいと思います。次ハイライトやります。ハイライトも指にとって鼻先に伸ばします。はい、次にシェーディングで耳たぶの位置から口の下ら辺まで伸ばしていきます。入れたらさっきのこのスポンジの裏側で下にこう伸ばしていきます。こうすることで小顔になります。はい、こんな感じで多分違うと思います、サイズが。で、このハイライトを次顎先に置いて手で叩きます。これで完璧な小顔効果が得られます。次使うのはアバンセのジョリエジョリエ 2way アイブロウナチュラルブラウンを使います。これで眉毛を描いていきます。まずペンシルの方を出して形を作っていきます。この薄いピンクを耳にとって、目頭と目尻に入れていきます。で、入れる位置は眉毛にギリギリつくかつかないくらいオーバー目に塗っていきます。次に水色を指にとって、今目頭と目尻にピンクを入れたので、その真ん中を水色で埋めていきます。で、反対も同じようにやっていきます。次は眉毛に使ったこのアイブロウをもう一回使います。これのペンシルの方を涙袋を描いていきます。うんってやって涙袋が出てくるので、ここに沿ってがっつり描いていきます。爪と指の間、この部分で伸ばしていきます。次に黄色を塗っていきます。目尻の涙袋の方を薄めに塗っていきます。次にこのクリーム色の
アイシャドウを使ってここをぷっくりさせます。あんまり濃く入れるとギャルっぽくなっちゃうので薄めに塗っていくことがポイントです。次に使うのはアイライナーです。アバンセラッシュセラムアイライナーエレガントブラックを使います。これをまず目の形に沿って描いていきます。次に LA スプラッシュリキッドアイライナーを使います。これは原宿の 6% ドキドキとかで売っているので探してみてください。あんまり他のお店では売ってないアイライナーです。この銀ギラのアイライナーを跳ね上げで描いていきます。次にエチュードハウスのリップを使います。このリップをのせて3点置いてなじませます。このリップは落ちないしいい匂いがします。今コロナの時期なのでマスクをしてる時にマスクと口紅がくっついちゃうことがあるんですけど、このリップをするとくっつかずにマスクを取っても色がついていて顔が華やかになるのでおすすめです。次に顔をデコっていきます。今日使うデコる材料がこちらです。これは全部セリアとダイソーでビーズとして売ってあったものを使います。でつけるのはこのアイプチです。キューティーキューティーレッド二重まぶたを作るものを使います。で100均のつけまのりを 前の動画でも紹介したんですけど、今なんかダイソー側がちょっとミスっちゃったらしくて販売してないらしいのでこれを使います。この例えばこのハートを使います。裏につけて、で目の黒目の下にで10秒押します。これで付きます。次にこれダイソーのビーズです。これも同じようにつけます。でハートの下に入れて10秒待ちます。次にでっかいハートをつけます。最後に星たちをつけていきます。でつけていきます。なんかこれは流れ星みたいな感じのイメージです。流れ星みたいな。あとこのハートのシールもつけます。でもこれ結構使いすぎて粘着力がなくなってるので、でこの真ん中に貼ります。完成です。はい、今日はセーラームーン風メイクなのでチンテールは高くして前髪をなくして、と顔につけるものは全部どっから見ても顔を動かしてすごくキラキラしているものをつけました。あとこのアクセサリーとかはおもちゃ屋さんで買ったんですけど、原宿におもちゃスパイラルっていう店があるんですけど、そこで買ったアクセサリーをつけました。こんな感じでキラキラしているものをたくさんつけました。眉毛の真ん中の
ハートのシールとか、なんて言うんだろう、ツインテールが高いところがセーラームーンっぽくて可愛いと思います。はい、ちょっと忘れてたんですけど、まつげをやりたいと思います。まずビューラーは非対称のビューラーを使います。根元からグッと、はい、6回くらいつなぎます。上げれたらキャンメイクのまつげ下地を使います。これはカールがね、一日中キープされるのでおすすめです。小さい鏡を持って、こう下から覗くようにまつげを塗るとすごく塗りやすくて、根元から塗れます。塗ったら少し乾かします。はい、でまたビューラーで上げていきます。できたら次はマスカラを使います。これどこのだかわかんないですねこれもまた鏡を下にして覗き込んで根元から塗ります。で下まつげもやっていきます。マスカラはジグザグするんじゃなくて、平行に平行に塗ることでダマにならず、まつげ同士がくっつかないのでおすすめです。終わってマスカラが乾いたらもう一回ビューラーをしていきます。スカートはスピンズで買って、この紫のは ACDC で買いました。パワーパフガールズの衣装です。おもちゃはこのネックレスとかは原宿の おもちゃスパイラルっていうお店で買いました。あとこれはハンドメイドだったり100均で買ったものだったりをつけています。これもおもちゃスパイラルで買いました。セーラームーン風のメイクと衣装です。めっちゃギンギラギンです。あとネイルも、これはクレアーズで買ったネイルなんですけど、蛍光黄緑にしました。めちゃくちゃ遠くから見ても目立ちます。めちゃくちゃ可愛いです。顔のデコシールとかは全部100均で揃えたので、とてもやりやすいです。すっごく可愛いです。私はインスタグラムをやっています。@moma_princess_ で検索してみてください。デコラのパーティーとかそういうのも主催したりしているので、よかったら来てみてください。ではモマでした。バイバーイ。